メギスカは、スズキモク、スズキアモクに所属する魚類の分類群の一つ。4赤20属で構成され、メギスタナバタメギス千人ガジなど熱帯域の沿岸に生息する海水魚を中心に119種が含まれる。メギスカは、太平洋からインド洋にかけての熱帯域に分布する海水魚のグループで、サンゴ礁、タイドプールなど浅い海で生活する仲間が多い。 ごく稀に寄水域に進出するが、純粋な淡水産種は含まれない。日本近海には四族九種のみが、札南諸島以南や小笠原諸島から知られるに過ぎない。体長は、最大で45センチメートルほどになるが、ほとんどの種類は11センチメートル未満の小型魚類である。食用魚としての利用は、ほとんどなく、鮮やかな色彩を持つ種類が、干渉魚として、 飼育対象とされる。メギス赤など、オスとメスで体色が異なる、性的不なりを示す者も,もいる。七夕メギス千人ガジが所属するグループは、かつてそれぞれが独立の都ガとして分類されていたが、現在では赤としてメギスカに含まれている。グランマカ、七夕ウオカ、ノトグラプトゥスカ、アゴアマダイカとも関係が深く、メギスカを加えた語化で単形統群を構成する。 可能性がある。メギスカは4赤を含むが、千人ガジアカは、他の3赤と形態学的な差異が大きい。千人ガジアカを除くグループでは、背びれは1つで、1から3本の棘状と21から37本の、南状で構成され、尻びれの棘状は1から3本、南状は13から21本である。これに対し、千人ガジアカの背びれは、 独立した1本の棘状と32から79本の軟状からなる。また、尻びれの棘状を書き、軟状は26から66本。腹器は1棘三3から5軟状で持たない種類もある。エラ上骨は6本で、椎骨は26から35個。第1上エラ骨と第2下喉エラ骨の間に軟骨構造を持たない。 下顎ごとた弓は人体によって接続することも本家の大きな特徴である。卵はフィラメント状の構造を持つ。メギスカはメギス赤、七夕メギス赤、アンイセクロミニー赤、センニンガジ赤の4赤のもとに20属119種が記載される。ロイヤルダティバックスドクロミスパコニオレイ。ピンクと黄色の鮮やかな色彩が特徴で。 干渉魚として知られるアシキアラス属の一種、エープンクタトゥス。千人アジアカを除く3赤は、左右に側平たした、平べったい体を持つ、メギス赤、サダクロミニーは6属68種で構成され、日本からは少なくとも2属6種の報告がある。腹器は1と弦を南上で、胸びれのヒレ状は16から20本。頭部は鱗に覆われ、甲外骨に葉を持つ。 側線は途中で分断し、体の上部を走行する前半部と、中央を走る後半部の二つに分かれる。七夕メギス赤、スドプリーツヨプイニーは5族26種を含み、単系統制に強固な裏付けがなされている一群である。日本の沿岸からは一族二種が知られる。背びれのトゲ状は、不明瞭。腹機は一本のトゲ状と、三から四本の分子しない難状で構成される。 胸びれのひれ状は17から19本。鱗に覆われた頭部と、甲外骨の葉を持つ。側線は1枚の有効鱗のみ。アンイセクロミニー赤は一族3種からなる。いずれも、西部インド洋から知られ、日本近海には分布しない。背びれのひれ状は1本で、脆弱。腹気は、胸びれの規定よりも前に位置し、1と下4難状で構成され。 南上のうち三本は分子する。胸びれのひれ状は13から15本。頭部に鱗はなく、後外骨の葉をかく。側線は一本で、背びれの直下を走行する。仙人ガジアかカングラガディニーには八族22種が記載される。インド太平洋の長官帯から水深140メートルまで、比較的広い分布範囲を持ち、海面の内部で生活する種類も知られる。日本には、 千人ガジカングロギャジェスサブデューソンズのみが沖縄諸島周辺に分布する。体はやや細長いものからうなぎ状まで様々で微小なエングロコに覆われる。災害には明瞭な硬いトゲが存在する。背びれと尻びれの規定は非常に長くおひれと連続する種類もある。背びれのトゲ状は一本で南城から独立して存在する。 半数の十一種は腹気を持たない。側線は一から三本で短い。抗外骨の葉を描く。ありがとうございます。